はい、それではですね、内配信で、ね、外配信ではなく電気消すことなんですね。内配信をしますね。雨なのでちょっと外をですね、ちょっとだけ見ていきます。ここは外なんですが、そんな大振りじゃないんですけど、大振りじゃないんですけど、台風の影響ですね。台風の影響で、祈りでなんとかしよう。祈りでなんとかしよう。まあ、ちょっと花は少し見れます。うん。もうちょっと雨のこういう感じでいいんじゃないですかね。この雨の雫というか、こういう雨の雫いいでしょ。意外とね、ロスさんから直接連絡が来て宣伝試験したんですか。その通りですね。その通り、雨は気持ちいい。そうですね、今日はですね、涼しくていいですね。やっぱりかなり暑かったですからね。やっぱり涼しいってとてもいいです。ここに置けるか。ちょっと待ってくださいね。今そのパソコンを置く場所をですね、見えてますね。いいですね。下向きがいいです。これいいですね。けど色雑然としていまして申し訳ないです。はい。おはようございます。おはようございます。家綺麗。綺麗に見えるだけ。綺麗に見えるだけですが。実際リアルと、ね、リアルだとちょっともうあまり綺麗じゃないかなと思います。エイジさんおはようございます。はい、それではですね、始めたいと思いますが、今日は4月23日です。明日ですね、明日24の金曜日と25の土曜日、ニコ生の一般ユーザーで午後6時から午後9時まで、夜ですね、夜6時から9時まで夏祭り対抗外配信、夏祭り対抗外配信をします。ツイキャスじゃなくて申し訳ないんですが、毎年恒例ですね。毎年恒例です。あ、小田真理さん。いや、無視してませんよ。無視してませんが、あまり、コメは、スルーしちゃうことが多いんですね。お祭りに参加します。はい、ありがとうございます。皆さんの中で来れる方がいたらですね、どうぞ参加してください。油を巻きましょう。霊的な油を巻きますね。薬の処方、専務ミスをどう思いますか。薬剤師のミスです。どう思うかというのは、どういうことかな。もちろん良くないですよね。非常に怖いですよね。薬間違えたら大変なことですからね。処方箋ミスは非常に危険だと思いますけど。まあ、ただ、その人間のやることだから、まあ、間違えることもあるので、間違えないシステムというかな。何でもそうですけど、やっぱり間違えにくいシステムを作るということかな。
ぱりこう完璧なシステムっていうのはできないと思うんですけど、でもやっぱりこうその30、40、20、30、40のですねチェックがあるといいんじゃないかなと思うんですね。何かパフォーマーをするのですか、賛美歌を歌いますね。賛美歌を歌います。まさか自宅配信、残念。雨が降ってますね。口笛ですか、その笛じゃないんですか。口笛はね、これでやったら出なかったんですね。少し練習しないといけないですね。ちいちゃんを偶像にしてもいいですけど、イエス様以外を、恋愛してはいけません。人間を、恋愛してはいけません。ギャザリングダンスしますか。ギャザリングダンス、そうですね。まあちょっと考えておきましょう。いいですよね、ギャザリングダンス。まあイエス様祭りという、お祭りというのはですね、イエス様を祭ることなんだよということで、まあイエス様ダンスしたいですよね。ギャザリングダンスでもいいけども、まあイエス様ダンスかな。昨日の知り合い番組がやってたけど、あれは本物ですか。わかんないですね、見てないからわかんない。まあテレビのね、心霊番組見ないのがいいですね。オカルトですからね。オカルトですから、テレビの心霊番組見ないでください。おかしくなりますね。悪霊が入ってくると思います。悪霊が入ってくる。ちょっとやってみて。何をでしょうか。口笛。悪魔いますか。悪魔いるんです。神様がいるならば、悪魔もいるんです。いいですか？これ大事ですよ。神様がおられます。神様が生きておられます。悪魔もいるんです。これは大事な真理です。皆さん、神がいるという真理をしっかり理解してください。目に見えません。パッドタイムじゃないです。神が、パッドタイムでこうやって、壁がある、マントタイムじゃありません。神がいるならば、悪魔もいるんです。ね。ぜひこの真理、大事な真理ですから、皆さん、この真理をですね、ぜひ理解してください。ぜひ理解してください。ね。なぜかというと、悪魔はですね、悪魔はいないよと教えたいんですね。幽霊が怖い時があります。エイジさん、恐れないでください。私たちはイエス様と一緒にいますから、何も恐れることはないんですよ。強くあれ、大きくあれ。私が共にいる。キリスト側にはエクソシストが職業であることについて教えてください。キリスト圏にはエクソシストが職業。カリスマ派ではですね、悪霊を追い出しますね。カリスマ派のクリスチャンはエクソシストと言ってもいいでしょう。カリスマ派はエクソシスト、ね。悪霊を追い出します。悪魔も神ですか。悪魔はまあ死神と言ったらいいかな。悪魔は死神ですね。死神。本当の神ではありません。地震や火山噴火などの災害は神様が起こしているんですか。ですね、原則的には全てのことは神の許可の中で起きています。神様の許可なし何も起きません。しかし、その理由がですね、理由が あります。神様の警告とか、まあ、その、罰という意味で、起きることもあるわけですね。また悪魔が、まあ、させたいというようなことの中で、神が、その、
許可をしていることももちろんあるわけです。ですから、神の、ね、許可の中に起きるということと、あと、まあ、神様自身がですね、この、することもあれば、悪魔のすることを許しているということとも言えるので、まあ、そのあたりはですね、微妙です。微妙です。そういえば、コラボやめたんですね。ですね、このノーパスではできないんですね。このノーパスでできなくて、ディスクトップのパソコンではできるんですけど、まあ、ディスクトップだとですね、まあ、こういう場所が変えられないので、こう、部屋の中の移動配信と言いましょうか。それやってます。デスノートは本当にあるのですか？聖書では命の書というのがありますね。命の書。その命の書に名前が記されているものだけが天国に行きます。ちょうどデスノートの反対ですね。デスノートの反対。皆さん、イエス・キリストを信じてですね、命の書に名前を記されましょう。その、ご紹介してもいい？ぜひ、皆さん、命の書に名前が記されるものだけが天国に行きます。ヨガは健康に良いと聞いたのですが、やってもいいですか？ヨガはですね、呼吸による瞑想法なんですね。ですから本来はですね、健康のためじゃなくて、悟るためなんです。ですから、しない方がいいですね、しない方がいい。つまりヨガは、まあ、ヒンズー教から来てるんですね、ヒンズー教から。だから、ヨガはしない方がいいです。部屋にディスクトップ5台とノート2台あります。ああ、すごいですね。場所を変える前に自分を変えます。散歩しないの。今日はですね、外雨なんですね。雨です。逆立ちバク転できません。以前は逆立ちできましたけど、今できません。ヨガは偶像礼拝。よって禁止だ。アメン。アメン。ああ、すごいですね。はい。多宗教に対して否定的ですか？否定的です。否定的です。ミクさん、おはようございます。ミクさん、覚えてますか？覚えてると言ったら嘘になっちゃうし、覚えてないと言ったら失礼だし、難しいですね。Windows 10に Q ちゃんのパソコンアップグレード予定ありますか？悩んでます。どうしたらいいか考えています。正座して起き上がれますか？いや、できません。目開いてますか？字を読むために、コメントを読むためにこうしています。ヨガはヒンズー教から来てるから禁止。それなら、空手、柔道、合気道、拳法は禁止ですね。禁止。なぜ禁止かというと、まず空手は、敵意が必要でしょ。相手を殴ったり蹴ったり、敵意が必要。まずそれがダメ。で、柔道、剣道はですね、道場にこう、神棚があってね、その神棚を拝んで、そして柔道、剣道するんです。つまり、偶像崇拝の道場なんですね。偶像崇拝。茶道はですね、難しいところで、茶道はね、キリスト教だという説があります。ですから、そのキリスト教ということの中でやれば OK かもしれません。生産式、茶道のですね、
濃茶っていうのがありまして、回し飲みがあるんですね。こう回し飲みが。あれが水産式だという考え方があります。奥さんが鬱になって寝たっきりです。ぜひ、イエス様を信じてですね、神の愛で愛してあげてください。皆さん、神の愛が人を癒します。神の愛が人を癒します。本当の薬。本当の薬は神の愛ですね。ラブヤンと M1 出るって本当ですか？早いですね。話が早いですね。まあ一応ですね、予定です。予定です。はい。奥さんがうつ病で、寝たっきりになってしまった。どうしたらいいですか？寝たっきりになってしまった。あのね、恐れないでください。イエス様に、イエス様に委ねましょう。恐れなくていいです。ラブヤンと、あ、ラブヤンとの放送見た。あ、そうでしたね。放送してましたけどね。早川牧師もカリスマなの見えないけど。ですね。一応牧師会、カリスマの、まあ、牧師会、委員会に来ています。8月の13、14、15で、中野ゼロホールで、中野のゼロホールで、デビッド・テイラーの、ね、デビッド・テイラーの集会があります。ちょっとお見せしましょう。デビッド・テイラーの集会。日にちがよくわかんない。8月13、14、15。ちょっと字がよく見えないね、これね。そして、このデビッド・テイラー、中野ゼロホール。中野ゼロホールですか、このですね、皆さんもぜひ来てほしいんですね。13、14、15ですが。で、この中野の集会、私行きますよ。私もいいんですか。早川牧師も、会場係と言いまして、会場係の委員にしていますから。この集会はもちろんカリスマですね。入場料無料ですね。そういえば、コルトン君の臨死体験が映画化されてまして、見ましたよ。見ました。よかったです。よかったです。皆さんもね、ぜひ見てください。キリスト教的なスポーツは何ですか？私はフリスビーしています。フリスビー。キャッチボールとかフリスビーっていうか、キリスト教的な感じがします。つまりですね、イエス様とね、キャッチボールするみたいにね。イエス様とキャッチボールする。ツイキャスで放送するんですか？多分、ユーストリームになると思います。ユーストリームで、集会の放送するので、ツイキャス、まだね、はっきりわかんないんですね。当日になってみないと、何ができるかわからないので、申し訳ないんですけど、ちょっと今はわかりません。何言われてもへこたれないもん。イエス様がいますから。イエス様がいるので、何言われてもへこたれないようにしましょう。臨死体験。臨死体験は本当にありますよ。臨死体験っていうのは、一度死んでも、また、蘇生して、命を、吹き返すというか、それが臨死体験ですね。スポーツは否定的なんですか？ですね、よく、まあ、野球、サッカー、のめり込むのあるじゃないですか。こう、スポーツ三昧というか。それはなんか良くない感じがしますね。スポーツ三昧は良くないと思います。イスラム圏に移住？やめといたらいいと思いますよ。
イスラム教はですね、非常に、なんていう、危険っていうか、キリスト教とイスラム教の違いはね、キリスト教は許しなんです。許す。悪いことしてもいい。ね、許す。これはキリスト教です。聖書を拝見。聖書を拝見させてください。しかし、イスラム教っていうのはね、正義なんですね。正義は、もちろん神様は正義のお方ですが、裁くんですね。あなたは悪いことしたから死刑だ。あなたは悪いことしたから、ね、手を切るとか、あなたは悪いことしたから、罰は与えるって、そういうね、なんていう、許さない宗教なんですね。だから、IS でね、すぐ首切るでしょ。ありえないですね。ありえない。キリスト教ではありえない。あんなことはもうありえない。とんでもないこと。裁くのは人間じゃないんですよ。裁くのは神様であって、人間が裁いちゃいけないんです。だからイスラム教の、ね、問題は、許さないで人間が裁くというところに問題があります。で、キリスト教はですね、神様が裁く。ね、神様が裁く。そして私たちは許す。私たちは許す。それがキリスト教です。もうそれだけでどっちが正しいかわかるでしょう。随分無知なのでびっくり。どっちが正しいかすぐわかるでしょ。人間が神という概念を作ったの、それとも神が人間を作ったの、両方あります、両方。つまり、人間が作った神もたくさんいます。人間が作った神がたくさんいます。もうほとんどの宗教は人間が作りました。しかし、たった一つだけ。イエス・キリストは人間を作った神様ですね。イエス・キリストは人間を作った神様です。イエス様が死刑を下すこともあるんですが、最後の審判、最後の審判で多くの人は、永遠の死と言ったらいいでしょうか。第二の死と言ったらいいでしょうか。多くの人は裁かれてしまいます。イエスの前に人間いたじゃん。イエス・キリストはですね、人間として来たのが2000年前ですが、その前にもおられた方なんですね。イエス・キリストは神の子として、人間に来る前から天におられました。そこのとこちょっと見ましょうか。イエス・キリストが人間を作ったっていう歌詞をちょっと読みますから聞いてください。ヨハネ一章。ヨハネ一章ですね。やっと続きたかった。はい。ヨハネ一章。いいですか？三節。この方は、ごめんなさい。すべてのものはこの方によって作られた。すべてのものはこの方によって作られた。この方っていうのはイエス様のことですね。イエス様のことです。この方、作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。つまり皆さんはこの方によって作られたんですね。皆さんもこの方によって作られた。私もこの方によって作られた。この方とは誰ですか？イエス・キリストです。万物はイエス・キリストによって作られた。皆さん、宗教は人間が作った神です。宗教は人間が作った神ですが、人間を作った神がイエス・キリストだけなんですね。イエス・キリストだけが人間を作りました。
皆さん、この心理をしっかり理解してください。さっき、神とサタンがいるという真理をさっき言いましたけど、イエス・キリストが皆さんを作ったという真理も知ってください。ニコ生とツイキャスどちらが放送しやすいですか？一長一短ありますね。一長一短、まあ、ニコ生の方が慣れてるという感じはありますね。そうですね、一長一短あります。ツイキャスのいいところは、ちゃんとハンドルネームでコメントがあることですね。カリスマは異端ですね。いえ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 。カリスマは異端ではありません。病気や怪我も神様が決めるんですか？その通りです。その通りですよ。悪魔もさせようとしますよ、皆さん。悪魔が私たちを病気にしたり、怪我をさせようとします。なぜ言い切れるのですか？聖書を学べば言い切れるようになります。みんな救われるんですか？イエス・キリストを信じると、みんな救われます。なぜ顔を作ったんですか？悪霊を表します。ニコ生は何時からしてますか？夜8時ですね。夜8時。明日、明後日は特別で夜6時からします。ニコ生の放送時間、ですね、ちょっとややこしいので、こちらを見てください。ニコ生の放送時間はですね、こちらの方を見てください。こちらの方にツイキャス礼拝、ツイキャス礼拝ですね。カメラの問題とね、カメラの問題と、それから、パソコンの問題があってですね、両方だと大変じゃないかなと思ってます。ヨシさん、恋愛来ましたか？はい、ヨシさんのですね、宣伝は延期になりました。また、いつかわかりませんが、宣伝を受けてほしいと思います。夏祭りは何さん来ますか？はい、来られると思いますよ。延期でなく中止です。あ、そうですか。延期じゃなくて中止ですか？わかりません。体調はいいですか？体調はいいですよ。体調いいです。誰かがツイキャスで支援したいとか言ってました。ああ、そうですか。フューチャーボクシデント録画はここで見られます。あ、庶民的さん、ありがとうございます。庶民的さん、いつも貼っていただいてありがとうございます。司会の受付ですか？そうなんですよ。ここはですね、元歯医者の受付ですね。で、ここが待合室。ここが待合室です。この十字架もありますね。十字架。ちょっと紹介しましょう。ここはね、トイレですね。教会のトイレ。これは冷蔵庫。冷蔵庫と炊飯器とレンジですね。で、こちらが礼拝堂ですね。礼拝堂。で、こちら玄関と受付ですね。聖書は市販のものでもいいですか？はい、市販のものでもいいですね。素敵なお部屋、ありがとうございます。歯医者やればいいのに、いいです。いやいやいや、虫歯治すよりも人を救いましょう、ね、虫歯治すよりも人を救いましょう。
日曜礼拝後、やっぱりカレー食べるんですか？最近は菓子パンですね、菓子パン。キリストは人間以外の生き物をゴミと同じと思っていると聞きました。人間とね、人間と動物はもう大違いですね、大違い。何歳ですか？ 64 歳です。インプラントできる、インプラントやってました。やってました。何色がいい？好きな色のことでしょうか？白と青が好きですね。白と青。インターネットを通じて人を救うのですか？アメン。その通りです。早朝配信やめませんか？早朝配信の方が、ね、人が来るんですね。キリストは苦しんだんですか？アメン。十字架で皆さんのために苦しみました。歯学部も6年ですか？はい、6年です、ね。好きな食べ物。何でも好きですが、お寿司とカツ丼ですね。しょっちゅう食べてるわけじゃないんですね。お寿司とカツ丼が好きです。えとはうさぎですか？えとはね、信じていませんが、虎年です。五の虎ですね。五の虎。イエスは実在してたんですか？もちろんです。皆さんのために本当に十字架にかかりました。皆さんを救うために、身代わりに十字架にかかりました。不公平な世の中を作ったのは神様ですか？いえいえ。悪魔ですね。悪魔が、この世の中に、罪を入れたんですね。ごめんなさい。ちょっと全部読めなくてすみません。キリストの奇跡は本当ですか？本当ですよ。本当です。十字架は皆さんのために、皆さんを救うために、身代わりにかかって死んでくださった。ちょっと十字架をお見せしましょうね。十字架というのは、皆さんの身代わりに、皆さんの身代わりに、皆さん、私たちが罪の結果、十字架にかかんなければならないのに、私たちが死刑にならなきゃいけないのに、イエス様が身代わりに、罰を受けてくれた。そして、イエス・キリストを信じるなら、私たちは裁かれない、ね。イエス・キリストを信じれば、私たちは裁かれない。キリストを信じ続ければ救われますか？救われます。救われます。臨時愛の考え方からすれば、インターネットを通じて救済活動を行うのはおかしいことではないでしょうか。ネットでも、まあ、隣人だと思うんですね。リアルの隣人も隣人です。ネットの隣人も隣人だと思います。死にかけた 体験ありますか？海で溺れた体験があります。イエス様が救ってくれました。イエス様が救ってくれました。死なないで済みました。もう寝ます。おやすみなさい。寝てない方は、そろそろ寝る時間ですね。イエス様に罪をなすりつけていいの？はい。イエス様がそのために十字架にかかったんですから、それを受け取るべきですね。キリストを信じることは神様を信じることですか？その通りです。その通り。キリストを信じることは神を信じることです。十字架のネックレスにひびがありました。いや、あまり気にしないでください。気にしないでください。十字架は偶像崇拝になりません。なりませんか？では、十字架以外に何を、崇拝すればいいんでしょうか？イエス・キリスト以外に崇拝するものはあるでしょうか？ないんですね。ヨシオも十字架にかかれ。
イエス様はおっしゃいました。私についてきたいなら、自分を捨て、自分の十字架を背負って、ついてきなさいと言われました。つまり私たちも十字架にかかるということですね。信じるためにはどうすればいいんですか。罪を悔い改めて、罪を許してもらうために、イエス様を信じる信仰に入るのです。イエスキリストを信じる信仰に入るのです。イエス様の弟子になるということ、クリスチャンになるということですね。クリスチャンになることによって罪が許されます。ぜひ皆さん、罪のうちを歩まない、その罪から信仰で歩みましょう。信仰で歩む。そばとうどん。どっちかというとそばが好きですね。そばが好きです。イエス様は見えるんですか？夢の中でイエス様が現れる方もいますけど、私はまだですね、夢の中でお会いしたことないんです。信仰とは何ですか？信仰とはイエス・キリストを信じることです。信仰とはイエス・キリストを信じること。ヨシさんとは誰ですか？私はヨシオですから、ヨッちゃんですが、ヨシさんという方がいます。 M1 出るんですか？出る予定です。出る予定です。そうですね。多宗教または武術、格闘技は良くないと思います。多宗教はもちろん良くないです。もう一回口笛して、出てこないですね。ちょっと練習しておきますね。すみません。格闘技は良くない。その根拠。まず、こうやってこうね、こうなんか相手に敵意がないと勝てないみたいな。相手をやっつけようという気持ちがないと勝てない。でも、キリスト教っていうのは逆ですね。キリスト教っていうのは、何でしょうか。相手を愛することですから。愛する人を殴れますか？愛してる人を蹴れますか？おかしいでしょ。キューちゃん、ヨシさんを救ってください。イエス様が救ってくれます。イエス様が救ってくれます。その笛ですか？その笛はね、ちょっとまだ朝早いので、ちょっと家族が嫌がると思うんですね。愛ゆえに愛を捨てました。愛ゆえに愛を捨てました、難しいですね。それはわからない。恋愛結婚のない信仰結婚ってどんな感情が気になりますか？神の愛ですね。神の愛、つまり恋愛っていうのは妄想ですね。妄想。神の愛で結婚しないと本当の愛じゃないんですね。教会前のアパートエッジは2万円台からありますよ。2万円台からあります。2万円台、3万円台でアパートありますので、皆さん、ぜひ、多摩川に住んでください。皆さん、東京に引っ越しを考えている方、ぜひ多摩川に住んで、教会に来てください。聖書ではお金をどう解釈してますか？天の宝、天の宝を積みましょうという感じですかね。天の宝を積みましょう。本当のお金は天のお金だよという感じですね。町田に住んだら毎日行っていいですか？毎日はちょっと、無理かもしれませんが、その、少なくとも礼拝と祈り会は来れますね。礼拝と祈り会は来れます。来れるでしょう。食べるものなら摂取も許されますか？聖書にですね、
動物を殺して食べていいという箇所がありますね。動物を殺して食べてもいいという神様の許可があります。でもキュウちゃんもお金が欲しいんでしょう。金銭に無欲になりなさいとありますね。金銭に無欲。町田に住んだらキュウちゃんの弟子にしてください。ぜひ、皆さんイエス様の弟子になりましょう。イエス様の弟子になりましょう。町田にリアトツします。はい、リアトツ来てください。リアトツ来てください。教会って何をするところですか。教会っていうのはクリスチャンが集まるところですね。クリスチャンの集まりのことを教会と言います。でクリスチャンが集まると何をするんですか。礼拝をしたり祈りをしたり、その信仰的な話をします。また良い行いをしたり伝道したり教えたり、まあ、いろんな働きがあります。半数ですか。人間は半数はしないけども、御言葉、イエス様の御言葉を半数しましょうね。殺した動物にはどういう心持ちが大事ですか。まあ、神様に感謝していただくということでしょうかね。イスラム教はどう思いますか。イエス様以外は全部偽物です。イエス様以外は全部偽物です。教会に行かないと信仰できないのですか。ネット教会もあります。ネット教会。悩みを相談することは有料ですか。無料です。無料です。ぜひ皆さん、スカイプで何でも相談してください。町田に住んだら、ご飯の時だけ教会にする。まあ、それは、ちょっと、話し合いですね、話し合い。イスラム国について一言。まあ、神、悪魔の国みたいな感じですね。悪魔の国ですね。悪魔の国。はい。それじゃあですね。キリスト以外をなぜ軽蔑できるのですか。神の教えですか。神様が一人。神様は一人というのが正しいのです。神様は一人ですね。今までの罪を告白し懺悔すればどうなりますか。許され、イエス・キリストを信じれば許されます。イエス・キリストを信じるならば罪が許されます。イエス・キリストを信じる信仰生活を始めてください。イエス・キリストを信じる信仰生活ですね。キューちゃんからイエス様を残ったら何が残りますか。イエス様を取ったらもぬけの殻、もぬけの殻です。アベマリア、アベっていうのはね、多分こう親しみを込めた言葉じゃないかと思うんですけど、マリアですね。マリアはイエス・キリストを産んだお母さんですね。イエス・キリストを産んだお母さんです。雨ですが、信仰によって心は晴れ晴れ。アメン。インターネットを通じた大布教は聖書に反します。いや、そんなことないと思いますよ。そんなことあります。今までもですね、テレビ伝道とかラジオ伝道は、やってきましたし、まあ今でもやってます、ね。テレビ伝道、それからラジオ伝道、今でもやってます。カトリックですか？プロテスタントですか？プロテスタントの聖霊派、カリスマ派。プロテスタントの聖霊派、カリスマ派です。キュウリのキュウちゃんですか？ネットのキュウちゃんですね。
ネットのフューチャー。マリアは処女なのに、リスも産んだんですか？その通りです。その通りですね。不明があったら踏めますか？いや、不明があったら踏みません。踏みません。不明を踏むということは、信仰を捨てるということですから、踏みを踏みません。なぜキリスト教を信仰し始めたのですか？最初はですね、小学校の時に目の前に教会があったんですね。で、その目の前の教会に、日曜学校に行ってました。それが最初のきっかけです。実際に洗礼を受けたのが27歳ですね。キーちゃん怒ったりしてたんですか？クリスチャンになると怒らなくなります。クリスチャンになると優しくなります。特に牧師はですね、怒らないようにしなければなりません。アーメンの意味は、はい、確かです。その通りです。ということですね。賛成という意味もあります。賛成という意味もあります。人間は神を信じないと救われないの。イエス・キリストを信じないと救われません。イエス・キリストを信じないと罪が残ります。キーちゃん、夏バテしてないの？夏バテしないように気をつけています。キーちゃんは興奮しますか？イエス・キリストに会って霊的に興奮します。それは油注ぎと言います。油注ぎを受けると霊的にハイテンションになります。怒らないわけはないじゃん。ああ、そうですね。何か、話の中で、ちょっと興奮して怒ってるような、動画もあります。結婚式はクリスチャン、葬式は仏教、する方が多いです。どうお考えでしょうか。形式ですよね。形式。形式は良くないですね。形式は良くない。だって考えてください、皆さんも。結婚式って大事じゃないですか。結婚式の時にイエス・キリストに向かって、結婚をするわけでしょ。そして、もしイエス・キリストを信じていないならば、イエス・キリストを信じていなければ、大事な最初の結婚がですね、嘘の結婚になってしまいますよね。信じてない神に対して、結婚式するならば、最初から嘘の結婚になってしまいます。ですから皆さん、教会で結婚するときには、信仰を持って結婚してください。ね。そうしないと、結婚が嘘から始まる結婚になってしまいます。感情の隔たりについてどう思いますか？感情の隔たり。私たちはいつも喜びなさいとあります。いつも喜び。だから、いつも喜びましょう。落ち込んではいけません。悲しんではいけません。喜びなさいとあります。イエス・キリストに会って喜ぶことができます。仏教とキリスト教どちらが良いですか？もちろん、キリスト教ですね。もちろん。他の牧師も、キリちゃんを見習ってほしい。なかなかね、意外と、私はネット伝道を始めて9年経つんですね。感情の偏り？感情の隔たりじゃなかった、偏り。隔たりじゃなかった。感情の偏り。喜んでください。ですね、9年やってますけど、他の牧師がですね、ネット伝道をやっている方もいるのかもしれませんが、YouTube でね、YouTube でやってる方何人かいますね、YouTube。ニコ生で牧師は今は他にないかもしれないね。ツイキャスもいないでしょうね。
ツイキャスで牧師が伝道しているのは他にないと思います。奥山みのるさんが、キュウちゃんのことを褒めてた。ああ、嬉しいですね。嬉しいです。ネット伝道って画期的ですよね。キュウちゃんが先駆者ですか。他見たことがない。そうですね、まあ、特にニコ生ツイキャスは他にはいないですよね。聖書を読むときですか。聖書に親しんでください。聖書を、座右の書にしてください。座右の書、聖書は私たちの、まあ、なんて言ったらいいでしょうか、私たちの基本、考えることの基本、私たちの、その価値観の基本、すべての規範、規範って言いますね。聖書をですね、物事の規範にしましょう。悪魔についての聖書の箇所は、あちこちありますよ、あちこち。あちこちあります。キュウちゃんにとってキリスト様は愛する神様、愛するなんて言うんでしょうかね、私の主と言ったらいいんでしょうか、愛するお方、私を救ってくれたお方、私を愛してくれてるお方、そういう感じでしょうかね。皆さんもそうですよ。皆さんも、イエス様が、皆さんの神様ですね。ぜひ皆さん、あ、無料聖書、ありがとうございます。庶民的さんね。これはネットで聖書を読むことができますね。自殺は許されないことですか。はい。神様、私たちの体は、私たちのものではないですね。神様のものです。ですから、そして人間の体は神の宮ですから、神の宮を壊してはいけない。神の宮を壊してはいけない。悪魔がね、悪魔が人間の、人間を殺したいんです。ですから自殺というのは悪魔に協力することになっちゃうんですね。悪魔に協力することになっちゃう。ですからぜひ皆さん、悪魔に協力しないで、貧乏について聖書的な解釈をしてください。貧しいものは幸いって書いてあります。ルカの方には貧しいものは幸い。貧しいものは幸いです。人間は嘘だらけですよね。人間は嘘だらけ。この世は嘘だらけと言ったらいいのかな。この世は嘘だらけ。私は敬虔なクリスチャンです。アメン。アメン。この世は嘘だらけです。逆に幸運ことは神に協力することになりますか。信仰結婚したらば、子供を産んでください。信仰結婚した方は、子供を制限しないで産んでください。結婚というのは、その子供を設けるということが前提です。前提です。そして、命は神様が作るので、人間が制限してはいけません。命は望むべきですね。街の中で I love Jesus と叫ぶとはマジですか？いいですよ。ただね、やっぱり気持ち悪がる人がいないようにですね、やっぱり愛を持ってやってくださいね。私の神の子ですか？私の神の子。
私は神の子ですから。イエス・キリストを信じると、イエス・キリストを信じると、まあ、神の子になれるということでしょうかね。イエス・キリストを信じると、神の子になれます。イエスの子であることを自覚し、隣人を愛そう。そう、神の子として自覚をして、神の子として自覚して、隣人を愛しましょう。イスラム国に参加していいですか？ダメです、ダメです。ダメです。悪魔の国ですね、悪魔の国。神の子は誰ですか？イエス・キリストが神の子ですね。イエス・キリスト、戦争したい？ダメです、ダメです。戦争はダメです。自衛隊危険ですか？危険です。危険です。隣人？隣人というのはですね、決して自分の隣の家ということじゃなくて、まあ、なんて言うんでしょうかね。自分に関わった人という感じでしょうかね。自分に関わった人が隣人です。ハーフでイスラム教シア派ですが、イスラム教どう思いますか？イエス・キリスト以外は、全部それは、嘘の神ですね。イエス・キリスト以外は全部嘘の神です。子供ができなくて悩んでいる僕さえもいます。キリストさんはどうお考えですか？イエス様を信じて、祈るように教えてください。祈って子供が与えられた方もいます。私の娘もですね、祈ってほしいって言って、祈ったら、子供ができました。で、二人目も祈ってほしいと言われたので、祈ったら二人目もできました。子供が欲しい方は、神様に、ね、祈ってください。イエス・キリストを信じて祈ってください。浮気は罪ですか？浮気は罪ですよ。浮気は罪です。最初の子供ができたのは、30前後の時ですね。30前後。イエス様に恋愛のお願い事をしてもいいですか？ダメです、ダメです。恋愛禁止です。恋愛禁止です。なぜ恋愛がダメかというと、それは妄想だからですね。恋愛は妄想です。ですから、恋愛はダメです。祈り方はあるんですか？ありますよ。祈り方あります。いくつかありますね。まず、イエス・キリストを信じる信仰が必要ですね。イエス様を、信じない方の祈りは、完全に聞かれないとは言いませんが、イエス・キリストを通して、イエスの名によって祈る必要がありますね。近くに教会があります。ですね、私はカリスマ派なんですね。ですから、もし皆さんが教会に行くなら、カリスマをお勧めします。しかし、カリスマの教会は少ないんですね。少ないので、ぜひ、ネット教会に参加してください。ネット教会ですね。私も、クリスチャンじゃない時に婚約したんですね。そういう意味では、恋愛結婚になるかもしれませんね。キリスト教徒は結婚しないんですか？いや、結婚してもいいですよ。恋愛は負担しかないですよね。恋愛はですね、異性を偶像化するんですね。異性を偶像化して妄想になります。現実の相手を見るんじゃなくてね、その理想化した相手を、まあ、偶像化してしまうので、ですから、その妄想が、妄想が破れた時に失恋するわけです。パワースポットはダメです。ダメです、ね。オカルトです。キーちゃんはツイキャスがストレスになりませんか？私は
ネット伝導9年ぐらいしていますね、9年ぐらい。で、楽しんでやってます。自分のためにもいいんですね、自分のために。そして、なんて言うんでしょうか。信じてくれる方もいます。伝道で信じる方もいますから、やりがいを感じますね。はい、それではですね、明石タイム行きましょうね。明石タイム。皆さん、明石してください。イエス・キリストを信じて。イエス・キリストを信じて。何がいいかな。イエス・キリストを信じて。神が分かった証。神がいることが分かった。神様に愛されていることが分かった。イエス・キリストが神であることが分かった証、スタート。イエス・キリストが神であることが分かった証、スタート。ツイキャスの他の配信者、見ますか？あまり見ないですね。あまり見ないです。イエス様を信じて、我が人生に一片の悔いなし。イエス様が神であり、イエス様が全てだと思った。モザイクさん、アメン。ツイキャス伝道がしたいです。始めましょう。始めましょう。知り合いに自分の人生はイエス・キリストと伝えました。アメン。アメン。イエス様のおかげでキューちゃんに出会いました。サンキュー。アメン。頭痛が止まりません。イエス様は信じたら治りますか？イエス様、治してください。イエス様、治してくださいと、真剣に祈ってみてください。真剣に祈ってください。イエス様を信じて天国に行きたいと思いました。アメン。アメン。今お腹痛いです。でも同じように、同じようにイエス様、癒してくださいと、続けて祈ってみてください。家の人にはイエス様隠している。イエス様隠している。正々堂々と言いましょう。正々堂々と。イエス様どうか世界中に戦争がなくなりますよ。アメン。イエス様よりキューちゃんのファンになってしまいました。まあ、初めはそれでもいいかもしれません。初めはね。でもぜひイエス様のファンになってください。イエス様を信じることが救いです。私を信じてもですね。まあ、私を信じてイエス・キリストを信じればもちろんいいですが、私を信じてもイエス様を信じなければダメなんですね。イエス様を信じたら、歯の痛みは治りますか？イエス様に、癒されない病気はありません。イエス様は何でもおできになります。神様のおかげで、困難があっても毎日笑顔で過ごせています。アメン。アメン。私たちはイエス・キリストに会って喜ぶことができます。キューちゃんがイエス様推しなんで、私も最近イエス様が、イエス様が気に、
ごめんなさい。読めない。イエス様が気になるかな。あなたよりもっと良い牧師に出会いました。それは良かったです。それは良かった。生きている中で、信じる心の大切さを知りました。ありがとう。アメン。キーちゃん、癒されます。私ではなく、イエス様ですね。イエス様によって癒されます。興味深くなったのは3月ですか。読まれないからキューちゃんが好きになってきました。読まれないから。読まれないから好きになってきた。あなたはプロテスタントなの。はい、プロテスタントの聖霊派、カリスマ派ですね。キューちゃんの画像待ち、良いことがありますか？私を偶像にしてはいけません、ね。偶像にしてはいけません。しかし、私を通して、イエス様を信じてください。それが素晴らしい祝福になります。恋愛をすぐに諦める方法。イエスキリストを信じてください。恋愛ではなく、イエスキリストを求めてください。こう学校に通わせなかったのですか？はい。理由はですね、私はチャースクールという学校をやっているんです。それはですね、教育というのは受験勉強じゃなくて、教育というのはイエス・キリストの教えを教える。イエス・キリストを教える。それが教育だと思ってるんですね。ですから、クリスチャンの人は、クリスチャンの学校に入れたいと思ってると思いますよ。キリスト教の学校たくさんありますよね。でもね、日本のキリスト教の学校は、ちょっと、まあ、古いので、受験校になってる場合が多いんです。本当にイエス・キリストの教えを教える学校はチャーチスクールですね。チャーチスクール。ですから、公立学校ではイエス・キリストの教えを教えません。受験勉強をしています。子供にはイエス・キリストの教えを教える必要があるんです。ぜひ皆さん、チャーチスクールに入れましょう。またはホームスクールでもいいです。クリスチャンじゃなくても十字架をつけてくださいね。十字架をつけて十字架の意味を考えましょう。十字架の意味を考えて、私のために死んでくれたんだということで、何でしょうか。誇りましょう。十字架を誇る。それが大事です。私は公立学校に通い、放課後は毎日教会に通う生活をしてました。ちょっと早すぎて。うん、それでは足りないということですか？まあ、悪くはないです。ないと思いますが、公立学校よりチャースクールの方がベターだと思いますね。チャースクールの方がベターだと思います。私は悪霊学校と言ってますね。公立学校を悪霊学校。この世の会社を悪霊会社と言ってます。ちょっと極端ですが、まあ、その意味を知ってほしいと思いますね。キーちゃんは日本イエス・キリスト教会に入ってるんですか？私はですね、日本リバイバル同盟に入っています。日本リバイバル同盟。カリスマ派の、まあ、同盟ですね。カリスマ派の同盟に入っています。あなたの
チャイスクールはどのくらいの信者に通ってますか？生徒一人ですね。生徒一人です。悪霊はどこにいますか？その辺にうじゃうじゃ。その辺にうじゃうじゃいます。寛平さんに似てますね。はい、そう言われます。宗教の話は追求するのはやめましょう。ニコ生でもそうですが、禁止されてないんですよ。ニコ生でもツイキャスでも禁止されてません。バンは一回もなったことないですね。バンは一回もなったことがありません。皆さん、多くの人たちにとってですね、救われるべきだと思いませんか？悪霊の追い出し方。悪霊の追い出し方。イエス・キリストを信じると、ね。イエス・キリストを信じると悪霊は出ていきます。で、御言葉を、御言葉を学ぶと悪霊が出ていきます。そして、油注ぎのある礼拝、油注ぎのある祈り、油注ぎのある賛美、それによって悪霊は出ていきます。キューちゃんの前に神が現れたらネットの放送をするなと言うと思うよ。そんなこと。そんなことはない。そんなこと。ですね、油注ぎということをカリスマでは強調します。その油注ぎっていうのは、神の霊が注がれることなんですけど、それが承認って言いましょうか。保証というか。だから、ネット伝導してですね、ネット伝導して、リスナーにこう油注ぎがあるんですね。で、その油注ぎがあるということは、神様の承認だということですね。もし、神様の御心でないならば、油注ぎがないと考えます。油注ぎがないということに問題がある。油注ぎがあれば、神様のお墨付きだということですね。皆さんが今油注ぎを感じているということ、神様が喜んでらっしゃるということですね。キーちゃん、バンされたみたいな。スカイプで一回バンされましたね。スカイプで。ニコ生とか、ツイキャスでバンされたことはないと思います。キリスト信者でも、凄惨ないなくなった方がいる。殉教はありますよ、殉教はね。殉教は、ある意味ではいいことなんですね。イスラム教についてどう思われますか？イエス様だけが神様ですね。イエス・キリストだけが神様。他の宗教は全部間違っていますね。他の宗教は全部間違っています。神は一人だけですね。神様は一人だけです。皆さん、この真理をしっかり理解しました。聖書にそう書いてあるんですね。聖書にはっきりとそう書いてあります。どこに書いてあるか。まず、ヨハネのですね。ヨハネの14。こう書いてあります。私を通していなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。イエス・キリストはこう言いました。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。父の身元、それは神様の身元ですね。つまり、イエス様以外に、神を知ることができない。イエス様以外に救われることはないということですね。ぜひ、皆さん、この真理を知ってください。この真理を知ってくださいね。死にたい。香織さん、イエス様が香織さんを愛しています。イエス様がその死にたいという気持ちを取ってくれますから、イエス様を信じてね、罪がいい、許してほしいと思ってくださいね。自分の罪を許してほしいと思ってください。キリスト教って毎日お祈りするのですか？
はい、毎日塗ります。では、招きをしましょうね。招きをしてお祈りしましょう。今日の放送を聞いて、罪を許してほしい人、救われたい人、神の祝福を欲しい人、悪魔から救われたい、呪いから救われたい、苦しみから救われたい人、アメンと言ってください。悪魔から救われたい。苦しみから救われたい。神様の良いもの、神様の平安とか、喜びが欲しい人、アメン。アメン。アーメンというだけで体験できます。アーメンというだけで神様の体験ができるんですね。神様の力を体験できます。神様の愛を体験できます。神様の救いを体験できます。皆さん、ただただ素直に、ああ、イエス・キリストが自分のために知ってくれたんだったら、罪は許してほしい。救われたいと素直に思って、アメンと言ってください。アメン。素直にアメンと言います。そうすると、何か感じます。何かを感じます。あ、罪が許された。罪が許された。神はいるんだ。神様がいるんだということを体験できます。そして、真理を知りたい。イエス様の弟子となって真理を知りたいと思ってください。真理を知りたい。真理を知りたい。私、罪など私はしてない。その人の悪口言ったことないですか？嘘をついたことないですか？そんなことはないですよね。大きな罪を犯したことないかもしれませんね。香織さんが大きな罪を犯したことないかもしれないけど、小さな罪はたくさんあるんじゃないですか。小さな罪も罪なんですよ。大きな罪だけが罪ではありません。神は罪のないお方ですから、小さな罪も罪なんですね。ですから、自分の罪を認めましょう。自分の罪を認めましょう。天のお父様、今日の放送を感謝します。たくさんの方があなたについて学びました、聞きました。あなたが、リスナー一人一人のために死んでくださいました。それはあなたがリスナー一人一人を愛しているということです。人間は神様に似せて作られましたけど、神様に敵対しています。神様から遠く離れています。イエス様、リスナー一人一人の心をあなたはご存知です。彼らの心から苦しみを取って平安を与えてください。生きる意味、生きる喜びを与えてください。イエス様、あなたは一人一人を愛しています。あなたの愛が伝わりますよ。あなたの愛がリスナーの心を癒しますよ。癒しますよ。今、癒しますよ。今、アーメンと言った方々に、罪が許されて、あなたご自身が心の中に来ますよ。リスナーの人たちがあなたを感じますよ。あなたを体験します。愛を体験します。喜びが来ますよ。罪が許された喜び、罪が許された喜びが来ますように。神体験をしますよ。霊的なブレイクスルーがありますよ。イエス様、リスナーの方々があなたを知ることができますよ。あなたを知ることができますよ。解放されますように。救ってください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
アーメン。大きな声で、アーメン。アーメン。皆さん、今日素晴らしい一日になると信じましょう。イエス様が一緒にいる一日、何も心配することはない。何も恐れることはない。もう生きる意味があるんだ。生きる意味があるんだ。今までは何のために生きたらいいかわからない。何をしても無駄し。ああ、つまらない。人生つまらないと思っていたかもしれません。しかし、今日からは違います。今日から、皆さん、イエス様が一緒にいる素晴らしい人生。エキサイティングな人生。奇跡が起きる人生。祝福が来る人生。イエス様から祝福が来る人生が始まります。イエス様が祝福してくれます。喜んでください。喜んでください。がっかりしてはいけません。ネガティブになってはいけません。イエス様に期待するんです。イエス様に期待して、素晴らしい人生を始めましょう。イエス様が一緒にいます。感謝を捧げてください。イエス様ありがとう。イエス様ありがとう。感謝を捧げてください。それじゃあ皆さん、明日、明後日は、夕方か6時から、ニコ生で、お祭り対抗、夏祭り対抗配信があります。そして土曜日、明後日ですね。土曜日の朝はツイキャス、またします。それじゃあ皆さん、またお会いしましょう。ありがとうございました。シャローン。シャローン。シャローン。良い一日を。シャローン。シャローン。Woo!